いつもご視聴いただきありがとうございます。今日の話題は、海外の反応、WBC 日本優勝候補。鈴木と吉田が進化を発揮すれば、大谷とダルビッシュは野球殿堂入りレベル。について、海外メディアの反応です。WBC の各代表チーム出場選手が2月9日、日本時間10日に発表され、アメリカでも大会への注目度が徐々に高まっている。本番で実力を発揮するのは、果たしてどのチームになるのか。30年以上にわたってメジャーリーグの取材を続け、現在はニューヨークタイムズ紙などに執筆しているベテラン野球記者スコット・ミラー氏が今回の大会の見どころ、日本代表について本音で語った。アメリカ人の目から見た侍ジャパンとは、今大会の WBC に臨む侍ジャパンは日本で史上最強の呼び声が高い。ミラー氏も優勝を争う4チームに日本を入れた。私が考える今大会ベスト4は日本、アメリカ、ドミニカ共和国、プエルトリコですが、日本代表はアメリカから見るとミステリアスな存在です。おそらくアメリカやドミニカ共和国などの強豪チームと比べてパワーで劣ると思いますが、どの程度の打撃力なのかは実際に見るまではわからない。そのミステリアスな部分は、日本にとって有利ではないでしょうか。優勝はドミニカ共和国、準優勝は日本と予想。日本はエンゼルス大谷翔平、パドレスダルビッシュアリ、カブス鈴木誠也、レッドソックス吉田正尚、カージナルスのラーズ・ヌートバーとメジャーリーガーは5人だけ。アメリカはオールスター出場経験者20人を含むメンバー30人全員がメジャーで実績ある選手、ドミニカ共和国も FA の2人以外は全員メジャー球団に所属しスタメンは最強クラス、プエルトリコもスタメンにトップクラスのメジャーリーガーが名を連ねる。日本のチームには MLB でプレーしている選手は他の3チームに比べて少ないですが、その分、相手からすれば情報を得るのが難しい。そのため、対戦する投手はほぼ手探り状態で投げることになる。知らない相手との対戦は投手にとって有利になる場合もありますが、日本は常に頭脳的で戦い方を熟知しているという印象がありますし、相手投手をどうにかうまく攻略し勝利に結びつけようとする意識が全員に徹底されているように思います。それに、他のチームと比べても野球を実にうまくプレーする。細かい一つ一つのプレーに優れ、野球の基礎がしっかり身についているという点で日本を超えるチームは他にありません。06年の第1回大会でイチローマリナーズと大塚明則レンジャーズの2人、09年の第2回大会でイチロー、松坂大輔レッドソックス、城島健二マリナーズ、福留孝介カブス、岩村明則レイズと5人のメジャーリーガーが入りに連覇した日本は、13年の第3回大会は0人、17年の第4回大会は青木宣親アストロズ1人の参加で優勝を逃した。だが今回は5人。中でも、あの2人がチームに及ぼす影響は極めて大きいという。今大会は日本史上最多タイのメジャーリーガーが参加していますが、特に大谷とダルビッシュがいることは極めて大きい。2人は、日本人メジャーリーガーの中でベストオブベストで、将来どちらも米野球殿堂入りの可能性があるレベル。そんな2人がチームメイトとして戦うというのは、他チームからすれば脅威です。優勝はドミニカ共和国、準優勝は日本と予想していますが、私が日本を高く評価したのはこの圧倒的な2人の存在と、彼らがチームにもたらすものが大きいと思うからです。他の選手たちが彼らに触発され、自分たちの能力以上のプレーをする。うまく融合できれば、日本代表はベストのチームになるでしょう。鈴木誠也、吉田正尚はどう見るか。上位打線を担う可能性がある他の日本人メジャーリーガー、カブス鈴木誠也、レッドソックス吉田正尚の存在はどう見るか。2人とも日本ではトップクラスの選手ですが、今季がメジャー2年目の鈴木はまだ自分の実力を証明してみせなければならない段階。吉田はメジャーでまだデビューしていませんが、
大型契約で期待されている中で1年目を迎えるので、すぐに結果が求められる。2人とも自分自身のことで精一杯とも言える状況で代表としての責任を果たすわけです。それでも参加を決断したことに強い決意や覚悟がうかがえますし、彼ら自身、メジャートップの大谷やダルビッシュと共闘することで一皮むける可能性もある。その意味では、鈴木と吉田が WBC で進化を発揮すれば、より強力なチームになるでしょう。昨季 NPB で日本選手最多56本塁打を記録したヤクルト村上宗隆も代表入りしているが、ミラー氏がホームラン攻勢の乱打戦になると部が悪いだろうと予測する通り、パワー面では他の優勝候補チームに見劣りする。その意味でも鈴木と吉田にかかる期待は大きくなるだろう。最大の注目は大谷 vs トラウト、ダル vs マチャド。侍ジャパンは3月9日から東京ドームで開催される WBC1 次ラウンド B 組で、韓国、オーストラリア、中国、チェコ共和国と戦い、上位2チームに入れば、同じく東京ドームで15日から始まる準々決勝ラウンドに進出。ここで、1次ラウンド A 組の台湾、オランダ、キューバ、イタリア、パナマの中から勝ち進んだチームと対戦し、さらに決勝ラウンドに勝ち進めば、アリゾナ、マイアミでの1次ラウンドと準々決勝ラウンドを勝ち抜いたチームと対戦することになる。アリゾナで戦う C 組はアメリカ、メキシコ、コロンビア、カナダ、イギリス、マイアミで戦う D 組はプエルトリコ、ベネズエラ、ドミニカ共和国、イスラエル、ニカラグアだ。東京での1次、準々決勝ラウンドも決して簡単な戦いにはならないでしょう。野球が盛んなキューバはベストメンバーでなくても、選手個々のレベルが高いので手強い相手になる。そこで日本が勝ち進めば、決勝ラウンドでアメリカと対戦する可能性が高い。日本とアメリカの準決勝になれば、世界の野球ファンは間違いなく盛り上がるでしょうね。目玉は何といっても大谷とマイク・トラウトのマッチアップ。これを超えるビッグカードは他にない。トラウト自身、もし翔平との対戦が実現したら、どれだけ興奮するだろうと言っていました。チームでは大谷が投げる真後ろでセンターを守っていますが、打席に立つとまた見え方が違うと思うので、敵はいつもこんな風に球が見えているのかという新鮮な感覚もあるでしょうし、トラウトがどんな反応をするのか興味深いですね。ダルビッシュとドミニカ共和国代表、マニー・マチャドのマッチアップも実現すれば面白いでしょうね。パドレスのチームメイトで、強豪揃いのナ・リーグ西地区で優勝を目指しともにチームを引っ張る2人。チームメイト同士がそれぞれの母国のユニフォームを着て敵となって対戦するのは、選手にとってはアドレナリンのレベルが上がるでしょうし、もし実現すればいい勝負を見せてくれると思います。貞治王を間近で、WBC の思い出。最後にミラー氏が自身の WBC 取材体験から、とっておきの話を聞かせてくれた。これまでに最も印象に残った WBC とは、06年の第1回大会準決勝と決勝を取材しましたが、日本がキューバを10対6で下し優勝を決めたあの決勝は野球ファンを興奮させたし、若くして全盛期だった大輔松坂の大会での活躍には目を奪われました。彼はあの大会で MVP に輝き、翌年にレッドソックスに入団し鳴り物入りで MLB デビューをしたわけですが、国際大会でスターが誕生する瞬間を目の当たりにできる機会は他にないでしょう。第1回大会でもう一つ思い出深いのは、日本代表監督で偉大なレジェンドである貞治王を間近で取材できたことです。ハンク・アーロンの通算755本塁打も抜いた世界のホームラン王は、アメリカ人の我々からすれば伝説の人物です。偉大な王を取材できたのは、とても名誉なこと。そんな経験ができる WBC は実にクール。世界中の野球人や野球ファンがつながれる大会ですから。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、皆様のご意見、ご感想など、お気軽にコメントしていただけましたら大変嬉しいです。
また、見てよかったと思っていただけましたら、チャンネル登録、グッドボタンをよろしくお願いします。